セッピャル。今回はこんな感じのニットベストを作りました。なんか端横はサイドはブランケット編みで縫い合わせたのでこんな感じに見えます。で少しショート丈になるんですけど、お好みで長さも調節してもらったり色とかも調整、自分の好きな色で作ってもらえたらなと思います。こんな感じのシンプルなニットベストになります。色はなんか私は水色と白で2色にして、ちょっと手作りっぽい感じの縫い合わせにしたのがこだわりです。これからなんかワンピースとか白いワンピースの上とかに着てもらったりして、秋とかにちょうどいいかなって思います。では一緒に作っていきましょう。私はこちらの 100% アメリカンウールなんですけど、だいたい 50g で 166m の毛糸を使っていきます。私は2色使っていこうと思います。では編んでいきましょう。まずは作り目を101目作っていきます。次の目は裏目を編みます。でここから繰り返しになっていくんですけど、ねじれ目の表目を編みます。ねじれ表目なので前側から後ろ側に出てくるように針を刺して後ろ側で表目を編みます。で、その次の目は普通の裏目。これを繰り返します。なので、次の目は、側のねじれ目の表目。で、普通の裏目。で、ねじれ目の表目。はい、こんな感じで、最後のラスト1個まで、1目まで編んでいって、最後のラスト1目は表目を、普通の表目を編んでください。から手前に針を持っていきます。そして手前側で
裏目を編みます。その次の目は普通の表目で、また同じで裏側から刺して表側で裏目表目、これを繰り返して最後の一目まで編んでいってください。最後の一目は裏目を普通に編みます。最後の目になりました。そしたらこの最後の目は普通の裏目を編みます。で、今やった表側と裏側、これをお好みの長さまで編んでもらいたいんですけど、まあ大体目安として10センチぐらいかなと思います。そしたらここでだいたい8.5センチぐらい編めたところで、まあこれも別に何センチでもいいんですけど、まあとりあえず下ゴム編みを編めたら、はい、では次糸を水色の糸に変えていきます。で、ここから編む編み方は、両サイドは常に8目、両サイドの8目は常にゴム編みで、このゴム編みもさっき編んだのと同じで2目普通の表目裏目編んだら、その次からはねじり目の表やねじり目の裏目のこのゴム編みを両サイドの8目続けていってください。で、その他はメリヤス編みで、表側の時は表目、裏側の時は裏目と編んでいくんですけど、1段目だけ例外で、11目減らし目をしてもらいたいんですけど、この11目も別に均等に、この両サイドの8目以外の真ん中で均等に11目の減らし目をしてください。で、その後23段そのまま減らし目なしで編んでいく感じになります。減らし目2目するときに、この8目のゴム編みをキープしたまま減らし目をしたいので、この8目が終わった次の2目を2目一度します。なので、まず裏目表目、裏側の裏目
次の2目を裏目2目一度します。そしたらここからはセッペア次の10目手前まで、最後から10目手前まで全ての目を裏目で編んでいきます。はい、最後から10目手前のとこまで編めました。そしたら次の2目を裏目2目1度します。そしたらこの最後の8目はいつもと同様に細編み、裏側の裏目、表目、裏側の裏目、表目、裏側の裏目、表目、裏目って感じで細編みをしていきます。そしたら次の段は減らし目なしで25段目、これぐらいの長さまで編めました。では引き続き編んでいきます。はい、ではここから肩の部分を編んでいくんですけれども、少しここからはお腹側と背中側の編み方で編み方が変わります。まず表側の時は今から紹介する編み方を61段目で、背中側のものを編むときは75段目で紹介する編み方をしていってください。で、その61段目、75段目までは減らし目なしで70目のまま編んでいってください。ではまず肩の編み方を紹介していきます。27目、16目、27目というふうに分けて考えてもらいたいんですけど、まず27目を5目編み8目と19目の表目で編んでいきます。27目編めたのでここから16目を伏せ目していきます。まず表目を2目編んで、最初の目を次の目に重ねます、かぶせます。でその次の目も重ねる、こんな風に16目伏せ目をしていきます。16目の伏せ目ができました。そしたら次残りの27目をそのまま表目で編んで、最後の8目は細編みで編んでいきます。Thank you.
端まで編めたら次ひっくり返して、でここからはこの27目片側だけを編んでいく感じになります。でこの減らし目の仕方もメモに書いておくので、それを見ながら同じように減らし目をしていってください。でこの次の段で言うと、まず8目はゴム編みをします。で最後の2目を2目一度する感じになります。はい、でこのメモ通り減らし目をやってもらって、でその後は79段目まで減らし目なしで編んでください。で80段目のところで全ての目を伏せ目して、糸始末をして表側は完成になります。で、はい、こんな感じで23段編めたので全ての目を閉じて、1つの型が完成しました。そしたらまだ針に、27目残ってると思うので、反対側の型の部分も編んでいきたいと思います。編み方はさっきと同じになります。15段目から肩の減らし目を始めます。でその75段目までは70目のままそのまま編んでいってください。で75段目の時に27目16目伏せ目27目という風に、ここから肩の編み方が始まります。で最後80段目で減らし目が終わったら、81段目は全ての目を伏せ目して糸始末して後ろ側の完成になります。はい、ちゃんと裏と裏、表と表どっちかで合わせて縫ってください。私はじゃあ表と表を内側に合わせて、で編み針、とじ針で糸を通して行きます。はい、ではこれで私は肩が両方つなげれました。こんな感じで両方つながったので、次この首周り、首の周りのがちょっとこの縫いっぱなし、編みっぱなしになってるので、ここをゴム編みで、ネックのところを整えていこうと思うので、すべてこのここのここがつなげた肩になるんですけど、ここを一周一目につき一目ずつ拾っていきます。編み針が少しだけ小さい針を
はい、こんな感じで一周すべての目を拾い目しました。そしたらここからゴム編みを表目1目、裏目1目で編んでいきたいと思います。そしたらここから表目一目、裏目一目、表目一目、裏目一目、表目一目、裏目一目、表目一目。まあ、これは自分の好きな太さ、首周りを作ってもらえたらいいなと思うので、何周するとかは別に私は言わないので、まあ4センチとか3センチぐらいやってもいいし、減らし目をちょっとずつしてタートルネックとかも可愛いと思います。表目、裏目、はい、これを一周して、で一周できたらまた2周目、表目のところには表目、裏目のところには裏目っていう風にゴム編みを自分の好みの大きさになるまでやっていってください。では首元がこんな感じで自分のしたい長さぐらいまで編めたので、ここで一周裏編み、裏目で一周編んでいきます。自分のしたい長さまで編めたら、そこで一周すべての目を裏目で編んでいきます。Thank you.
編みが編めました。そしたらさっきのゴム編みと同じ段数をゴム編みしていきます。なので私の場合は 1,2,3,4,5,6,7,8,8 段ゴム編みを同じように編んでいきます。表目裏目と。これゴム編みを7段して裏目を1周編んだんですけど、そこからまたゴム編みを7段7周編んだので、これで全ての目を閉じていきます。なので最初は表目を2つ編んでかぶせ目をする。これを1周繰り返して全ての目を閉じていきます。1目編んでかぶせ目、これ全て目を編めて全ての目を閉じ針をしました。閉じ目をしました。そしたらこういう風に折り曲げれると思うので、これを折り曲げて、で同じ段数7段やったら7段編んだと思うので、折り曲げたら後ろ側、内側、裏側で閉じていきます。長めに最後は切ってもらっていたら、その毛糸を使って縫い合わせていくっていう感じになります。もう内側なんでザクザク縫ってもらって全然大丈夫やと思います。こんな風にブランケット編みで閉じていこうと思います。では
ブランケット編みを紹介していきます。少し私は太めの糸があったので太めの毛糸を用意して、あととじ針を用意してください。別に太くなくてもいいし、この時編んだのと一緒の毛糸を2本取りで編んでもいいし、まあ1本でも、まあ、何でもいいです。違う色の毛糸使ったり、それはお好みでいろいろやってください。はい、ではこの表側と表側を、裏側と裏側を合わせて、でその間からまず針を入れていきます。で次表側から引っ張り出したら、裏側から針を刺して表側に出してきます。そしたら出してきたら、この今輪っかができたと思うんですけど、そこにとじ針を通してください。でこれで一目完成になります。そしたら次また後ろ側から表側に針を刺して、手前に抜けてきたら輪っかができるので、そこに針を通します。で、で次針を裏側から表側に刺して、で抜いてきて輪っかができるので、そこに針を刺す。はい、次見やすくなると思うので、もう一回説明します。まず後ろ側から針を刺して表に出していきます。そしたらある程度引っ張ったら輪っかができると思うので、その輪っかに編み針を、とじ針を通します。であとは引っ張るだけ。そしたらこんな風にブランケット編みが一目完成しました。で次また同じで、裏側から表側に針を刺して、で抜いていく途中でこの輪っかができるので、そこに針を刺す。で引っ張る。はい、二目目完成しました。こんな感じで同じ要領でどんどん編んでいってください。引っ張る輪ができたらそこに通す。はい、こんな感じで完成しました。裾がこの編み。
は、次はニートのハットをモフモフの編もうかなと思うので、楽しみにしていてください。